郡山市郡山公会堂は、福島県郡山市にある集会施設である。1924年9月の郡山市の市政施行を記念し、その翌月10月に完成した、オランダ・デンハーグの平和宮、及び大阪市の大阪市中央公会堂がモデルと伝えられている。郡山市の発展に伴い、手狭になったため、次第に大規模な集会やコンサートは、 国鉄郡山工場の大食堂や郡山市民、会館、1984年に開館された2000人収容の大ホールを持つ郡山市民文化センターで開催されるようになっていったが、現在でも小規模な集会やイベントに利用されている。建設当時には東屋に時計が埋め込まれていたが、次第に時刻が狂うようになり、第二次世界大戦中に市民からの苦情で取り外された。 1998年頃の改修で遠親に再び時計が埋め込まれた。また、この頃からイベントなどの時期に建物のライトアップが行われるようになった。2002年、国の登録有形文化財に登録された。2005年には改修工事が完了し、音響、照明投設備のリニューアルのほか、建設当時の見陰石の外壁、ルネサンス様式の天井、 ステンドグラスをはめ込んだ窓などが復元された。ありがとうございます。